はい、バフ TV です。さて今日はホームデパートにやってきました。あのね、こっちの人ってさ、はい、かなり家自分でいじるじゃない。ああ、そうです ね。で、ここはねホームセンターなんだけど、はい、すごいよ。そんなに、うん、家一軒作れる。マジで？マジで家で作れる。そう、入るわけですけど、乗っていくかい翔太。え、じゃあ乗けてもらおうかな。怒られる。でね、はい、この店のすごいところは店員うろうろしてるじゃん、うん、店員がね、ほんと知識が豊富で、うん、元職人さんとかが多いのね。そういう訓練を受けてる人しか働いちゃいけないから、はい、あ、じゃあケニーさん、あれ、うん、今ほら、あれ乗ってる人もあれを乗るための免許持ってるってこと。それは知らない。だからさ、こんな部品を何に使うか知らない、これ、はい、こんなん聞いても全部あの人たちは把握してるわけですよ。これはほら電球があって、その上にある2球上の焼きのカバーですよ、これは。何なんか職人ずらしてんの。でね、本当にね、家一軒建ちますよ。ああ、じゃあここで例えば各部門で立ってる店員さんに声をかければ、もう大体のものは職業に何か分かると。うん、うん、まあそういうことになっている。電気コーナーでしょ。すげえ、種類が豊富すぎる。ケニーさん、はい、ショートコント。何ショートコントだから、もショートコントって言われると面白いこと言わなきゃいけないみたいじゃん。ハードル上げないでくれる。だるいから。これ何、これほらほら、家建つんだって、本当に。いやー、マジか。風呂も売ってるでしょ。めっちゃおしゃれじゃない、うん、こう男の夢満開ですね。でしょ、すごいでしょ。うん、やっぱあの IKEA とは違うんだよね、やっぱり。こんなタイプあるんですね、カナダって。バスタブでプラスアルファなんか。あ、本当だ。これでもさ、うん、カルシウムたまるよ、きっと。手入れ大変だって絶対。トイレね、はい、すごいあるんだけど、うん、やっぱ日本と違うところはあれがない。なんだっけ、何、あ、手洗うとこ。違う、なんて言うんだっけ、ウォシュレット。あ、ほんまや、ウォシュレットないよね。あ、じゃああれや、全部便器決めたやつや、これ。そうだね。でもすごいな。すごいでしょ。楽しいもん、もうね。あとさ、はい、ベースボードって知ってる？分からへん。9人でやるやつですか？ちょ、まあ、まあそれもベースボード、それはベースボールだよ。あの、日本だと幅木って言うんだけど、はい、こう壁があってさ、下の方にこう細い板張ったんじゃん。はい、ああ、はいはいはい、はい、うん。これとかもう全部そのベースボール。いやー、すげえ石の種類あるね。色選べるんや。うん、これはデッキか。俺紺色好きなんで、結構ああいうの好きなんですけど。あ、汚い色が好きなの。半端ないでしょ、俺。いや、このスケール感すごいな、これ。何これ、もう全部家建ちますよ、これ本当に、ね、これあれ、断熱材だね、壁との内側にあるやつ、ね、そうすげえ。ドアだけで売ってんの。ドアコーナーすげえ。あ、これ実際入れんだ、どこでもドアだ。お、お前や。え、ちょっと待って、楽しいな、これ。さよなら。ああ、どっか行った。これ歩く迷路だな、これ。ほんまや、ドアノブなかった、こっち側。あ、鍵閉まってる。あ、鍵閉まってた。これ知ってる？これこれスプレーでさ、プシューってこと、隙間埋められるっていう。よくフェイスブックで見るやつですね。あ、結構しっかり硬いな。ほんと、でも日本と比べるとこの規模はなかなかですよね。え、そうでしょ。でもな、あとうろうろしてる人もさ、職人多いよね、やっぱり。そうですよね、ちゃん本物の。ああいうリフト運転するにもちゃんと旗持って前歩く姉ちゃんがいてるんですか、ね、危ねえな。そうよな、あんなの使わないと動かせないだろうな。ねえ、あれ、洗濯、あれ、これキッチンコンロでしょ。ガスコンロ、え、ガスコンロあるの。ガスコンロ、でもガスコンロの家ね、たまにあるよ。あ、そうですか、うん、なんかあの電気のコイルしかやっぱイメージないんで。やっとなんかあれだよね、こういうさ、はい、電気製品さ、はい、サムソン多いよね。サムソンとか韓国のメーカー、これ LG でしょ。で、韓国ってさ、国内市場の規模が小さいから、うん、韓国国内だけで市場あの回らないんだって、経済。あ、だからあの韓国って韓国向けじゃなくて、うん、北米向けに作ってるね、こうやってね、あのインターフェースが。腹減ったな。腹減ったな。
あら翔太、今日は野球で疲れたの？やらせんなよ。あ、あと日本にはね、はい、ない、結構ないやつ。こっちこっち。ほら、庭掃除コーナー。おー、あんまりない。こんな大規模にやらないでしょ。うわ、ね、これ芝刈り機。あれ？俺の見間違い？なんで？198ドル？いや、そうでしょ。当たりでしょ。安いでしょ、これ。安っ。で、あとね、はい、この文化がないよね。バーベキューコンロ。バーベキューグリル。あの、アパートに住んでる人でもさ、はい、必ずベランダにこれあるよね。置いてる、置いてる。普通のアパートとかに住んでる人、アパートってあのこっちだとマンションか。マンション。マンションに住んだったらこのサイズならみんな、ね、持ってるよね。これなんだか、翔太もわかんないでしょ。これ何だと思う、これ。何これ。これ翔太もわかんないでしょ、なんだか。うん。なんかここに、なんか箱あって、うん、これね、あれスモークするやつ、燻製作るやつ。マジで、うん、ここまでできんの。燻製作るやつ楽しい。そう、これはないんじゃないかな。多分でもこれ買っても俺やったら多分人生で1回しか燻製やんないし、ね、あったらやるんじゃない。やるかな。何これ。ポップコーン。これも燻製、燻製もできるんじゃないかな、これ多分。分かんないけど、炭入れるタイプかな、思った。これびっくりした。かまど S シリーズ。かまどか。かまど変える。かまどって英語になってんの？あ、これセラミックだもん、だって。うわ、だから重たいんや。うん。これ片手でいこうと思ったら。え、これ何に使うんだろう。めっちゃ高いけど。999ドル。バーガーが何、あの、単位なんてんだね。27枚焼けますわ。あ、お前や、面白い。バーガーが単位だって。ハンバーガーのパテが何枚置けるか。そういうことだろうね。これ12枚。これ12枚。違う、こんだけ焼けたら十分やから。じゃあこっちのでかいやつ何枚あげるんだ。これは32枚。32枚。まあ意外と大したことねえな。ね、あともう一個気づいた。うん。これ、うん、10年保証。マジで？そう、こっちで言ったら15年とかありますからね。あ、本当だ。15年も保証してくれるんですよ。マジで？これでは15年保証？うん。何を15年保証してくれるんだろう、逆に。いや、壊れたらどっかやってくるんじゃないですか。あ、そうか。このようにあの日本にはない製品もたくさんあるので、あとはただ単純に大きさがでかい、でかい、とにかくでかい。じゃあ日本のホームセンターでもここまで大きいのは多分ないんじゃないですかね。広いあのカナダならではのホームセンターからの中継でございました。それではごきげんよう。